アリはどうして高いところから落ちても平気なの？アリって高い塀から落ちても何事もなかったようにまた歩き出すよね。どうして高いところから落ちても平気なんだろう？それはアリの形と重さに関係があるよ。アリの形ってなんかスカイダイビングしてる人みたいな形をしてるよね。空気の抵抗でスカイダイバーみたいにゆっくりと落ちてくる。それに体も軽いから落ちた時のショックも小さいとかって。ちなみに5ミリのアリが3メートルから落ちたのを人間で例えると、霞ヶ関ビル6個を重ねたよりも高い高さなんだって。アリってすごいよね。今日も見てくれてありがとう。またねー。